こんにちは。自然体のままで売れる私に代わるナチュラルブランディングの村本彩です。今日のテーマは、1000円でも高いと私が言われてしまった話ということについてお話ししたいなと思います。で、今は私のところにもありがたいことにお客様が、たくさん来てくださるようになったんですけれども、私も最初にこう起業して一番最初にやり始めた時って、実はこの1000円っていう価格からスタートしました。で、これは実は副業が、私は会社員の時副業禁止だったので、その稼ぐ目的ではなく、実際にやった会場費みたいな形で1000円いただくっていうところで、会社員時代に一度ワークショップを開いた時のお話なんですけれども、その時はまだブランディングのお仕事をしようと思ってなかった、その仕事を生かしていこうと思ってなかった時期で、キャリアのモヤモヤについて、解説するワークショップみたいなのをやったんですね。で、その時に参加してくれた、人はすごく役に立ったっていう人もいれば、その中にはこの内容で1000円だったら高いですっていうことを言われた人もいて、なんか1000円でも高いんだったらどうしたらいいんだろう、なんか私あんまりなんかこれやっていく価値ないのかなみたいな感じで自信をなくしちゃった時があったんですけど、実はそれ振り返る と、その来てくださった方が友達が連れてきてくれた人で、その人自身はあまりそのキャリアのモヤモヤについて悩んでなかった人だったんですよね。なので、なんか同じことを、サービスとかとして提供しても、やっぱりその人が、必要としてる人だったらすごく価値がある、1000円でも例えば1万円でも価値があると思ってもらえるんですけど、全然その人が悩んでなかったら、それってどんなにいいものだったとしても1000円でも高い、なんなら100円でも高い、ただでも高い、時間の無駄っていうふうに思うわけですよね。なので、やっぱり、いい商品を作る、いいサービスを作るっていうのも大事なんですけど、ちゃんと必要な人に届けるっていう、誰が必要としてくれてるのかっていうところをしっかりと、ブレずにしっかりと定めるっていうところがとっても大事なんです。なので、なんかもしまだうまくいってないなっていう場合があったとしても、それはなんかあなたのこうサービスとかが悪いということではなくて、あなた自身に価値がないっていうことでもなくて、そのターゲットの設定がうまくいってないっていう場合が、結構大きいことが多いので、ぜひそこをもう一度立ち返って考えてみるということをしてみてください。はい、では今日の動画は、1000円でも高いと私が言われてしまった話ということについてお話ししてきました。少しでも役に立ったなと思ったら、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。あと、今自然体のままで売れるための無料動画プログラムもご用意しています。まだ見ていない方は、こちらの動画の下の説明文の方からぜひ登録してご覧ください。では、今日も最後までご覧くださりありがとうございました。